今回は閃光動作についてです。ライン取りの次に重要な動きである閃光動作は、動かし方によって様々な技に変化します。しかしやることは大体似ているので基本的な動かし方を覚えましょう。下半身をエッジで支えながら閃光動作をするので、エッジがずれない加速力で上半身を回します。最初はゆっくり回りたい速さにゆっくりと回転力を高めていくようにしましょう。いきなり速く回転しようとするとエッジがずれてしまい、回転力が失われてしまいます。効率のいい閃光動作で、速く回転できるように練習しましょう。